修法学院へようこそ、土肥きみ子と申します。今回は第2回目なので、刀鍛冶という浴衣の帯にすごい当たると思っています。では早速始めます。前回も説明はいたしましたが、ヒップパッドっていうのが大事で、ウエストが細い人は特に寸胴にしていただきたいと思います。そしたら帯も崩れないし、シワも寄らないし、安定いたします。で、裾よけと肌地盤、これが下着姿の完成です。次に浴衣ですけど、このウエストベルトっていうのを使いますと苦しくなくて、また着崩れもいたしません。まず腰骨あたりに前身頃を合わせまして、残りを中に入れてしまって。このウエストベルトの3分の1ぐらいのところですね、持ちまして、前から後ろに回します。おはしょりといいまして、前のお腹が二重にならないように処理をいたします。次に着物ベルトと言いまして、これがあればすごく便利で絶対に欠かせないと思うんです。ウエストの一番細いところですね、これに直角に、でここを三角に折りました。おはしょりがきれいになるように上に上げてしまいやつ口を一回止めまして、襟元を合わせます。若い人は爪がいいですね、年配の人は少し開けてもいいです。ベスト一番細いところに、もう一度おはしょりを整理します。もう一本のウエストベルト、もう一本使用します。だから全部でウエストベルト2本ですね。もう一本、普通はここに伊達締めをしますけど、伊達締めの代わりにウエストベルト1本をずらして1本を2本のように使います。前板が先につけてたら便利になりますけど、前板もベルトがつき、あの使用した方がより簡単に結べるようになります。
これで浴衣姿は完成です。次に帯結びに参ります。帯は浴衣帯といいまして、あの半幅帯より少し長、あの幅が広いのが今は出てますので、こちらを活用したらより、まあ、豊かないろんな帯結びを結べるようになります。でまず帯幅の2倍ですね、2倍を取りまして、相手の背中心に持ってきて、2倍のところを三角に折り上げます。ご自分でされるときは、前ですね、前中心で結んで、前で結んで後ろに回して完成になります。ここで一度一結びをします。で、これが手先ですね。でこちらが垂れ先になります。垂れ先を下から折り上げて、手先を上に一結びします。ちょっとやりにくいときはこちらをクリップで留めていってもかまいません。ご自分でされるときは、ここの襟に、クリップで留めてたらやりやすいです。で、まず肩幅よりちょっと先ぐらいですね。一つの長さを取ります。で、2枚目の羽の長さを取ります。で、ちょっとその人の肩幅によって、長さは少しは調節をしていかなくてはいけませんけど、あまりもこう長すぎた場合はここで縮めて、短いと思ったらここでまた長くすれば調節できます。でその人の体型によってこの大きさと長さを調節した方が素敵なことになります。で、まずここを2つに折りまして、山を2円作ります。これは最初の文庫で結んだ時と同じ結びになります。ただ羽が2枚あるっていうことですね。なるほど。残りを帯の中に入れてしまいます。1枚で表情を作ります。でこちらより、まあ、肩流しですから、こちらの方に流した方がより素敵になります。これで完成です。横から見ましたらこういう形になります。で向こうの横から見ましたらこういう形ですね。文庫よりはかなり豪華にちょっと見えるように見えますね。それで、まあ、文庫でもやりましたように、少し広めに今度は目を上げてみて、肩流しはこれで完成になります。もう一度後ろをちょっとです。見てみたいと思います。誰でもできる素敵な帯結びですから、今年の夏また挑戦していただきたいと思います。
どうも最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた。